皆さんお疲れ様です。はっちょこです。エリナです。お願いします。はい、今日はですね、こんな感じの最近やってる毎日メイクをご紹介していきたいと思います。ということで、この毎日メイクをもうすでにしているんですけど、私はもう今すぐ Just Now で出なきゃいけないので、はい、じゃあ早速やっていきます。じゃあ今ね、なんと渡韓前なんですよね。今日の夕方に出る飛行機に乗って、また韓国のソウルの方に行ってまいります。これね、 VT さんからもらったやつ、毎日のように使ってます。このクッションファンデね、グリーンとピンクのコントロールカラーが一緒に入ってるので、多分ね、下地使わなくても大丈夫な気がするって思っているんだけど、まあ、カバー力はそんなないよね。ちょっとお肌をトーンアップしてくれるかなぐらいの感じです。私あと1時間で出なきゃいけないんですけど、パッキングもまだ途中って感じで結構やばいっすね。ミシャのパステルマカロンパウダーっていうのを使ってお肌ふわーってできます。蓋の上とか手の上とかでちょっとなじませないときびつい。あ、そう、ハイライト入れたいとこなんですけど、ハイライトって結構印象が変わるパーツだと思うので、なんか最近はね、最後の方につけるようになりました。次は眉毛を描いていきたいと思います。眉毛ね、今回ケイタのやつからこっちのね、 VT さんからもらったやつをね、使うようになりました。こういう風に斜めにカッティングされてる繰り出し式のものです。で、繰り出し式のものって結構元に戻らないみたいなのあったりするんですけど、これはね、ちゃんとね、出せるし戻るしいい感じです。斜めのカッティング具合がすごいちょうどよくて、眉毛を描くのすごい楽なんですよね。私は基本的に眉山から描いていくスタイルですね。なんとなく最近の気分は眉山をしっかりとさせた感じになってるかも。なんか上下のラインを描いたら、このスクリューブラシで動かしてあげます。で、ちょっとこれだと隙間が空き空きなので、粉で埋めていきます。粉はね、ケイトのやつをまだ使っております。逆立てつつ下の毛に当ててあげる感じですね。ちょっと眉毛も上がりすぎかなって思ったら、このアイブロウブラシの眉毛描く方でコンシーラーをつけてね、使ってます。結構ちょうどいいんですよね。細くて描きやすいから、削りやすいの。はい、じゃあこんな感じで眉毛描き終わりました。ちょっと長めの大人っぽい眉毛を最近は意識して描いています。前はリップの色とかも結構パキッとしたカラーの色味を使っていたんですけど、カラーの色味、最近は使ったとしてもちょっと落ち着いたトーンのカラーをよく使っているので、こういう風に少し大人っぽいような眉毛を描くのにハマっています。で、その流れでね、隙間埋めに使ったパウダーをそのままね、ノーズシャドウに使っていきます。で、下の2色を取り、ここに塗っていきます。で、意外とケイトのやつ濃いんだよね。なんかいつもトゥークールフォースクールのやつを使ってて、そっちはね、全然薄付きだからね、そのテンションでのせるとほら、ちょっと濃くなっちゃうんだよね。濃くなったら
まあ普通にクッションファンデでごまかすのがよくある私のやり方ですね。最近こっちの方にはあんま乗せてないです。どうせ崩れるんでどうせ崩れるっていう考え方でお化粧してるのやばいよね。はい、チーク私さ後にすると忘れちゃうんですね。リップの色とかなくなった時にチークの色ないとマジで血色ない人になるじゃないですか。だからチーク忘れると痛いなって思ってて、なので結構先に塗るようになりました。でこれがオペのやつの CR06 番で、入れる場所としてはなんかちょっと斜めにコンコンコンってやってシャーみたいな。そう、そのままね今使ったチークを目元にも乗せていきます。全体にガーッと乗せてます。で境目指でぼかすみたいな。ピンクって結構腫れぼったく見えたりするかなって感じがすると思うんですけど、私的にこれはね意外と大丈夫かもしれない。ピンクの中でもいける方のピンクかもしれないという風に勝手に思っております。でビューラーで上げてきます。いつも通り一回根元押さえたら下に持ってって内側にカールさせます。右側にもカールさせます。で最後真ん中カールさせて、下にこれを下げていくときは下を向いています。絶対これ黒画像アイライナー描くとき最近はちょっとアーモンドアイに寄せるために丸くなるように線を結構太めに描いてます。私の目ってなんかちょっとへこんでカーブしてるので、そのへこんだ部分を足すような感じでラインを描いています。でちょっと目頭の方にもアイライナーのヘリをこう当てるだけの感じでラインをちょっと引いてます。そうすると少し目が拡張されます。そしたらさっきもまつげ上げてるのでマスカラで塗っていきます。フーミーのマスカラなんですけど、めちゃくちゃ色が可愛くておすすめ、テラコッタピンクっていうお色ですね。しかしこのアイライナーは絶対的にブラウンの方が良かった。けどまあテラコッタピンクこの色はねめちゃくちゃ明るいってわけでもなくて大人っぽいカラーなので、まあ、黒でもギリ許容範囲かなっていう感じです。キラキラを入れていきます。で最後リップです。私のブラウンとかね、トーンのやつを重ねています。ハイライトはすっかり忘れていた。本当はリップの前にやりたかった。頬を光らせます。これで気にせず、なんかセザンヌのハイライトとかだとこの入れ方したらアウトなんですけど、割と三角形になるようにしてみました。ここから前髪とかをやっていきたいと思います。はい、じゃあね今前髪を下ろしてきただけなんですけど、こんな感じでメイクが完成しました。イエーイ。はい、ちょっといつもより大人っぽい感じなんですけど、最近は毎日メイクということでこういうメイクをしています。じゃあね、少しでも参考になったら嬉しいです。よければチャンネル登録と高評価、インスタのフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。マジでやばい、急げ。